ミーラン遺跡ミーラン遺跡は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区バインゴリン、モンゴル自治州チャルクリク県に位置する遺跡群。長期にわたる年代にまたがっており、前々の異順上跡や関大のトンデント台の犬保遺跡などを含む、仏教寺院の壁画からは、古代ローマの風格を持った三世紀の翼を持つ天使像が発見された。古代におけるミーランは、 タクラマカン砂漠の南のオアシスト市でシルクロード上のロブノールとアルジン山脈の交わるところに位置した。2000年前、山上の水源によりミイランは良好な考えを行うことができ、西域南道の交易の中心として栄えた。仏教が発展して寺院が林立した。中国の歴史文献中のミイランの旧称は相当混乱している。オーレルスタインとギルスレンは ミーランを古代の泥とみなした。漢書の記述では、泥は前々の途上である。歴道源の説では、前々の都の城は、伊順であり、チャルクリクにあたる。東大の旅行記からは、東大の伊順が、今日のミーランとみなされるが、チャルクリクとミーランの間には距離にして80キロメートルも、離れており、異論が絶えない。翼を持つ、天使像を初めて、 ミーラン遺跡の系統だった研究を行った考古学者はオーレルスタインである。彼は1907年からミーラン遺跡の研究を開始した。ミーランで発掘された遺物からミーラン古城が他の地方と成熟した公易活動を行っていたことが証明され、公易の範囲は東く地中海にまで及んでいた。ミーランでの仏教の影響は紀元前一世紀まで遡ることができ、 初期の仏教経典や壁画は、中央、アジアやインド北部の伝統様式と類似していた。ミーランで発見された絵画ほか芸術品は古代ローマとの影響関係が認められた。文字資料の多くは初期のチベット文字で木や紙に書かれており、8世紀から9世紀にかけての行政文書や軍事資料であった。ありがとうございます。